海と日本。さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回ご紹介するのは海ごみゼロウィーク。環境省と日本財団は5月30日から6月8日前後までを、増加し続ける海洋ごみの対策を目的とした海ごみゼロウィークと定めていて、江ノ島で行われたキックオフイベントを皮切りに、全国でさまざまな活動が行われました。島根県では出雲大社周辺でちょっとユニークなゴミ拾いイベントが開催されたんですよ。その名も神々の海を未来へ。ガイドさんから神話を学びながら観光客の皆さんとゴミ拾いをするイベントです。すごく興味深く聞いてくださって、でまた稲佐の浜というその神聖な場所でのゴミ拾いということで、より深く出雲を知っていただけたかなとすごく喜んでおります。神門通りからスタートしたゴミ拾いの最終地点は稲佐の浜。出雲の神話の舞台となる場所ですし、全国の八百万の神様がね、この稲佐の浜にお集まりになるという浜でもあります。ゴミ拾いを行った参加者は、ご縁の砂として人気の稲佐の浜の砂をオリジナル巾着に入れて持ち帰りました。島根ってすごい綺麗な国なんだなと思って、若干感動しました。神の国ですし、人がね多く来ても美しい国であるということであったらいいなと思ってます。ゴミを拾うことで街をよく見たりとか足元を見たりとかしますので、なんか細部を記憶でお持ち帰りいただけるんじゃないかなという気がしました。この美しい浜と海を未来の子どもたちへ。私たちのアクションが島根の海を守ります。海と日本。